はい、本日も MMS 始まりました、本日第57回、ここ光聖光さんの現場からお送りします。本日の MC は私、縁物の宇都宮です。本日のゲスト、光聖光の秋山さんです。光聖光の秋山です。どうぞよろしくお願いします。はい、でもう一人声だけの参加で撮影の、はい、です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いつもの通り最初はマイクロモノ作りの最新情報をお届けします。先日、ロフトワークさんでプロブロガーの池田隼人さんと、あと現代編集者の米田さんとトークイベントをしてまいりました。こちらの URL、その時のレポートなどがありますのでぜひご覧ください。ものづくりとソーシャルデザインを、まあ、語るというような感じで、やっぱものづくりで社会的な課題を解決する、一番具体的な手段ですので、そういったお話を、してまいりました。で、5月28日、ものづくり特化型のクラウドファンディングサイト、ゼンモノがローンチいたしました。こまごましたトラブルありますけども、一応無事スタートを切ったということで、パチ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 ということで、はい。で、サイトはこんなイメージになります。見覚えのある方もいらっしゃるかもしれませんけども、秋山さんのくるくるパンプアップと、村井さんのスプリンクが最初のプロジェクトとして今チャレンジ中です。皆さんぜひ応援をよろしくお願いします。パトロンにお願いします。で、こちら中山さんに作っていただいた動画になります。ちょっと見ていただければと思います。とってもかっこいいので気に入ってます。というかっこいい動画になってます。かなりアバウトなイメージをお伝えして、このようなかっこいいものに仕上げていただいて、本当中山さんありがとうございます。で、本日のゲストの秋山さんのプロジェクト、まあ、こういう感じの画面になってます。現在6人のパトロンの方がいらっしゃって、91,000円、ご支援いただいております。無事ゴールまで秋山さん頑張ってまいります。皆さん応援よろしくお願いします。ぜひパトロンになってください。お願いします。よろしくお願いします。ちょっとこのプロジェクトの動画をちょっと見ていただければと思います。
ランプアップはとても軽く 0.5kg ありません。内蔵されているボールが回ることで今までにないトレーニング負荷を実現しました。場所を選ぶことなく上半身そして下半身あらゆるところをトレーニングすることが可能です。お子さんや女性にもまた怪我等のリハビリにもご利用いただけます。ジョギング前に使用すればより効率よく脂肪を燃焼することでしょう。手軽にトレーニングできますので運動不足の現代社会に少しでもお役に立てればと考えております。秋山さんが自分で作った音楽、はい、作曲なんていうかな、2人で作って2人組なんで、もう1人の方。くるくるパンプアップの使い方、可能性は無限大です。ご支援のほどよろしくお願いいたします。はい、ご支援のほどよろしくお願いします。よろしくお願いしますこの動画も全部秋山さんが作られました。で、音楽も秋山さんともう一方のユニットですね。ユニットで作られたということで、はい、非常に、うん、音のクオリティが高いです。そう、かっこいいですよね。相方がすごいんで、ね、いい、秋山さんがすごいですということで、本編に入りたいと思います。はい、お待たせしましたいよいよついにいよいよ始まります。しかし私あとはもう秋山さんにお願いします。そうですか、はい、自分の声ってすごく変だなと思ってですねいつも聞いてる声ですよ。聞いてる声ですか。うわー、こんな変な声でいえいえ、じゃあまず自己紹介とか会社の紹介いただいて、はい、私はじめまして、見せるの画面は、はい、じゃあこれ見せながらです。千葉にあります有限会社光精工の秋山と申します。黒田精工さんの近くですね。そうですね、すぐ隣にありまして、はい、海も近く山も近く非常に自然豊かな、仕事する環境じゃないですね。環境じゃないですねもうそこの海岸にすぐに泳ぎ行きたいなと思ってい、いっすね、天気がいいとですね。今日なんか本当天気いいし、沖縄じゃないかってこう錯覚を起こしてしまいますね。もう大貫駅を降りたらもう完全にはい、そうなんです、懐かしい懐かしい田舎の、もう 3,40 年前を思い出してしまうようなそうですね、昭和の感じ、はい、あ、すいません、脱線しました。すいません、じゃあ改めまして、ちょっと簡単に弊社のご説明をさせていただきたいと思います。ですかね、はい、有限会社光精工と申します。千葉県富津市に、ございまして、創業はですね、昭和39年の8月1日ということで、私の祖父がおじいちゃん、はい、立ち上げまして、私で3代目ということになります。3代目なんですね。そうですね、一応、はい、まあ、隠居仕事で始めたようなもんなんで実質2代目みたいなのがあるんですけども、はい、でざっくりですね、設備、等の説明をさせていただきますと、旋盤系ですね、MC 旋盤を含む、それからマシニング、フライスとかのですね、加工ですね、それから各種研磨ということで、はい、平面検索、円筒検索、あと内面検索、それから、まあ、サイド研なんていうのもあるんですけども、まあそれはマニアックな、あやめというのをなんか作るためのあれなんですけども、かなりの精密加工。そうですね、研磨ですか、やっぱりミクロン台は、表面仕上げが、表面が結構面相度がうるさい仕事。そうですね、もちろん精度と面相度なんてのはもう研磨の方にすぐ回してしまいますので、といった感じでございます。ごめんなさい、簡単にすみません、ちょっと格闘技を、はい、しておりまして、はい、まあ、これは私でございます、
ボクサー時代のボクサーっていうのはこれは秋山さんのアイデアでしょうか。はい、親父ギャグ禁止ですから。それでですね、まあ、先ほどもちょっとご紹介していただいたんですけども、はい、クラウドファンディング、はい、今回全物さんに、はい、お世話になっております。はい、まあ、筋肉バカシリーズということで、要は肉体を鍛えるための器具を製造販売していこうではないかということで始めさせていただきました。はい、まあ、格闘技をしているということもありまして、筋トレがまあ大好きということで、その中でもパンプアップというのに非常に興味がありまして、はい、それをやる上でいいのが、まあ、今回作る、成長ホルモン、はい、そうなんです。パンプアップすると成長ホルモンというのが非常に出やすい、状態になるようで、でして、秋山さんちょっと硬いっすよ。あ、すいません、すいません。はい、まあ、リラックス、リラックス、はい、成長ホルモンをちょっと出しまくっていきたいと思います。はい、そんなわけで成長ホルモンの効能といたしましては、まあ、もういいことですね。たくさんありますよ、本当かよというようなこの辺はおいおいとフェイスブックページとかに上げていって、ね、はい、細かくフェイスブックページ、はい、筋肉バカページの方にですね、はい、ホームページも今作ってるところですかね。はい、アップしましたら、はい、ご連絡いたします。はい、まあ、ノーマッスルノーライフということで、はい、ミュージックじゃないんですけど、はい、ちょっと健全な精神は、健全な精神健全な肉体に宿る、健全な筋肉に宿るですかね。そうですね、正確にはそうなんですが、はいはい、ということで簡単ではございますが、はい、自己紹介ということでさせていただきました。はい、ありがとうございました。工場見学とかさせていただいてよろしいんでしょうか。工場見学ですか。はい、はい、いいですよ。 5S が行き届いてる自慢の工場。はい、ないんですけど。あ、そうですか。じゃあ 5S されてるところだけ映せばいいんですよ。そうですね、選んでいただいてですね、だいたい設備裏見に行くんだけどね、監査の時って。やっぱりそうなんですよね。工場監査する人はだいたい意地悪なんで。あ、そうです。分かるじゃないですか、隠してそうなところが。はい、はい、ちょっとマイク、はい、ちょっとバタバタしますけど、これから移動をしていきますか。ね、はい、一通り揃ってますよね。丸物から白物から切削から研磨から、素材の切り出しが全部でしょ。そうですね。塗装とか照明処理系がないぐらいですか。はい、それはまあ外にお願いしまして、はい、対応するという形を取らせていただいております。ぜひカメラの前の大勢の方に向かってご案内を。はい、それでは、ただいまより弊社を紹介させていただきたいと思いますので、どうぞ。はい、汚くて狭いなんですけどね、話を映さないように気をつけてな、足はゆっくり、まあ、こういう感じで上から眺められた方が結構年季物なんです。そうですね、50年選手。すごいなぁ。スタッフも気持ちがね。まあ、じゃあ、大人の場所に行って、それからまあ、編集プライスと、汎用プライスと。横フライスと言いまして、まあ、カッターなんかで、こっちにするのに、全然かな。そういうふうに、仕向けてるんですけども、持っといてもらっていいですか。02を持っていくのです。電波が飛ばない。もしかしたら、あれ今電波が飛んでないかもしれない。ああ、そうなんですね。
まあ、録画はしてるんで、あとでこうアップするんですけど、はい、こいつが研磨。そうですね、これは円筒検査というので、長さ的には、1500mm、1メートル半で、パイはどれくらい？パイはそうですね、まあ200以下ですね。あまり重いのもあれなんで、これはもうトラバース式です。かっこいいです。はい、これも免疫物です。汎用天板とか、普段私ここにいて、手打ちでプログラムを置いてる。あ、そうなんですか。キャンもこう買ったんですけど、まだ動かしてないっていう。動かせない。古い体質で、キャドキャムはダメ、あの、検査ができなくなったらダメみたいな、そういう前任者の方がありまして、そういう、古さ、必要もなかったんですけど、手打ちで全部サイン、コサインとかですね、その他、いろんなプログラムを覚えてやったんですけど、今ややっぱダメですね、キャドキャムないと話にならないということで。そうなんですね。それもそうですし、まあ、やはりプログラミングをやる上で覚えるのがやっぱり大事になりますので、誰でも扱えないといけないということで、使っていいならその方がいいはずなんで、やっぱり凹凸打ち入れがそういうか使って長時間利用した方がいいですね。そんなこと気づいたのは昨年のことでありますのでね、本当にまだまだ今動いてるので、こういった、おお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 以後気をつけます。ありがとうございます。なんか考察にさせていただきます。いい、とんでもございません。まあ、はい、で、こちら材料、こちら材料ですね。今のところ、気になってくれます。材料。いろいろなことに近いです。そうですね。これでパンパスすぐ、はい、すぐ仕事ができちゃう。真ん中の材料は必ずありますので、ね、材料のこの種類分けというのはもう、どこのお客さんからもこう使っていただけるんですけど、いろいろあるんですよ。刺すから、シートから。そうですね。もう何でも。これもこれもあるんですよ。はい。それごとに。あと、外にも出ますけども、まあ、それは外です。ですみません、また戻っていただくような形なんですけども、今度は研磨の
なんか現役で動いてるんですか。そうですね、恋しが新しいです。はい、こちら平面検査ということで3台は手動なんですけども、自動でやった方が早いかなと思います。なんじゃ、お父さんの代に全部設備してる感じなんですか。そういうことになりますね。すごい投資してません。はい、もう借金まみれで言われてるんですね。まだ借金が残っちゃってますよ。本当にこれ一生返せないんじゃないかなって絶望なので。くるくるパンパスになんとか借金が先ほど言ったあのサイド専用のというわけですね。サイド犬あやめというのがありまして、あやめ今ないな。ローレットでやったりするやつ。ローレットみたいに、そうなんですね。シュッシュッて線が入ってるように見えるんですけども、剣刃なんです。剣刃でそういう目を作る。そうなんです。あの、なんで斜めっていうのを少し違うんです。心身が出てるからちょっとでも傾くと出ないという。わかんないっす。わずかなもう100分台でこう調整してあげるとですね、あやめというのがですね。あやめって、あやめ。そうですね。あやめ加工。印象とするとなんだろうな、あの万華鏡のあのシュッシュっていうような感じ。わかんないっす。わかんないっす。すみません。あとで秋山さんのホームページ見てください。はい。あやめアップしますんで。はい。それからこちらがあのプレスキですね。はい。もうプレスキの。そのあのプレス屋さんのプレスキと違う。カシメルというかあの六角のレンチの穴とかですね、よくそういった注文のあるんですね。天井に近い感じ。そうですよね。はい。あのこういうパンチ器具みたいなのですか。そうです。こういう工具ですね。あの平剣で作ったりとかして。その注文ごとにサイズを合わせて、これをシューッと押したり。大体黒田製品ですね。そうですね、やっぱり大体そうですね。まあ、あんまりここに触れるといろいろな。あんまり触れないで。愚痴モードになってる。それは言わないことで。それはオフラインの時に。オフラインの時にじゃあ。まあ、あの簡単にざっくりなんですけども、はい、こういった感じで今は大体使えますか。そうですね、研磨機はあちょっと修行してる時にやったんですけども、帰ってきてからは NC 研磨とマシニングだと思います。まあ上手に出してた。こちらにも50年選手の機械、今も動いてますね。おお、なんですかこれは。これ何機械？これはですね、あの割りを入れる割り機械なんですけど、スリットってやつですね。どうやって？シャンボが。ここのですね、まあ、ネジが内径にネジが切ってあるんですけども、はい、このネジに沿ってこう割りが入るんですけど、こういう動きをする。そうなんです、ね。まあワイヤーカットや何ですかね、レーザーとかそういうので今はできるんでしょうけども、入んないし、あ抜けてる。そうなんです。これ抜けてる。木溝みたいな感じでですね、でもスロッターで抜かしまして、精度が出ないじゃない、ワイヤーとかだと。ちょっとこっち向けてもらっていいですか。あ、ここに割りを入れる。そうですね。すごい。割り入れるための機械専用ですね。
客さんもマニアックなお客さんですよね。そうですね。あんま見たことない僕も。こんな感じでこうやってですね。へえ。やってあげてください。それで動ここをスロッター動く感じ。はい、でこれがこう、ま、前に。あ、こういうふうに動くの。あの回転してですね。これマジックだって。回転していくと反対か。こう入っていくと。初めて見た。でこのノコバを投げて、この中全部何個こう並べといて、数やるんだ、はい。一度つなげちゃうと全部終わるまで出せない。出すときはまたノコバをちょんと入れてですね。でこれが重りで自重でこう押していくような感じですね。そこについたらそこについたらここになっておしまいという。面白いですね、電子制御よりこういう、うん、非常に単純な構造なんですけど、メカ制御だね、上部設計しましたね、うん、誰が考えたんだこの機械。これやっぱりこれですね、昔の自作してる、そうですね、作ったんで、あの何人かで作ったというのを聞いてますので。へー、そうだね、どっかの機械メーカーじゃないですもんね、はい、という感じです。こっちはコミュニケーションみたいな。そうですね、単純にホールダウンと、あ、はい、特上ホールダウンいっぱい、タッピングマシンですね、それはいろいろあるよ。できるだけあの完成、部品完成であのやりたいなということで。途中の工程だけじゃなくて、ある程度最終工程までやれるように。そうですね。熱処理とか、その他のお父さんがいろいろ出されて。そうですね。見事に、借金だけ残して。その通りかな。あ、そうですか。じゃあちょっとつなぎ終えたら CM 入りますか。はい、つなぎ変えましたかね。じゃあ、そうあとはよろしくお願いします。はい、ああ、いいんだ。何話そうかな。だか、まあ、去年じゃないですか、僕ら。そうですね。だって1月でしたね、1月ですね、セミナー、はい。あれってどこから案内来たんでしたっけ。そうです。中村さんと知り合いだったわけじゃないですか、ね。じゃないんですよ。あの中村さん。と知り合ってしまったがためにそういうことですね。こんな苦労をするためにいやいやいや、おかげさまで本当にありがたい出会いでしたけども、あの1月セミナーでお会いし て、それで懇親会でちょっと懇親会で、そうなんですよね、お話しそうですね、
私もそういうところでお話しするのは好きなので、ぎゅうぎゅう詰めの、ぎゅうぎゅう詰めで二次会とか、二次会じゃないのかな、座る場所がないぐらいのところでしたよね。そうですね。で、宇都宮さんが、なんか、こっちの濃い席の方に来て、濃い席の方に来て、話しなさいよみたいな。どこに行ったんでしたっけ、濃い席って。あの時、あれはお頭だったんですかね。緑川さんとか。いらっしゃいました。うん、いたよ。あ、じゃあ多分そういう浅井さんとかもいたのかな。で、一番濃いあたりですね。全然私は全然わからないのに、濃い人たちの方にどうぞなんていう言われて、な、何濃い席って濃かったでしょ。みんなそういうのなんか繋がってるのって、逆にそっちはびっくりしましてね、うん、結構濃かったじゃないですか。そうだったと思います。当時は私わからないので、周りの人誰もわから知ってる人がいないので。そうなんですか。はい、あそこで中村さんに会ったので。じゃあ他の人も全然誰も知らない状態で。よく来ていただいて。あ、いえいえ、そういうの大好きなんでそうですね。なんか感じました、その時。だからまずなんでこの人たちみんなつながってるの私は本当に一社依存型で、はい、某某某慶成子さん、はい、一社依存型でしたので、その協力会社さんっていうの、はい、下請け業者の集まりとかも、はい、私はまあそれほど行ってなかったので、そこでのつながりもそれほどなく、はい、社長が出てたんですけども、社長自身もそんなに普段は付き合うことがなくてですね、だから同業者とこう付き合うっていうのがまずなかったんですね。あ、そうなんですか。かっこ屋さん同士で、はいはい、で、ここ見ていただければ分かる通り一通りありますね。海と、あ、外なんですけど海と山しかないんで、はい、町工場なんてないんですよこの辺に、はい、ですから同業者っていうのはまず合わないっていう状況で、はい、これ世の中ってみんなつながってだからこういろいろこう仕事回してもらったりとかそういうのがあるのかなってちょっと焦りましたね。あ、そうですか。ええ、井戸からこう井戸引き上げてもらったらあ、そうですか、覗いた世の中がものすごいことになったと。井戸の中にいたんですね。いたような感じですね。別に川津ではないんですけども。そうそう、こちらの本業の、はい、本業っていうか本題の話を、ね、そうですね、はい、まあ出会いはそんな感じだったんですけども、はい、まあ、その後、はい、2月にこちら伺って、ええ、で秋山さんと話していたらなぜかお父さんはい、いらっしゃって、で僕とお父さんが話し込んでしまって、講座を受けることになって決まっちゃった感じで。そうですね。秋山さんはどうだったんですか、講座っていうのは。講座っていうのはですね、あんまり受ける気はなかったんですよ、ピンと来てなかった感じなんですはい、まあ、その時まあいなかったっていうのは現場の仕事というかオペレーターといいますか、はい、実際にこう物を動かしてますので、そっちがまあ、そっちがもう主になっちゃっててですね、もう本当に機械とばっか向き合ってですね、営業活動なんてのは一切しない、はい、ホームページも昨年までないという状況でですね、はい、ましてやそんな講座受けてどうのこうのっていうのは、そんなのはちょっと仕事は待ってりゃなんとか待ってれば来るだろうというスタンスでしたのででお父さんと僕がなんか話し込んでしまって、いつの間にか秋山さんがもう講座を受けることに決まっちゃって、まあ父曰くなんだかこの宇都宮さんという方は楽しそうだからそうでした、うん、楽しそうだから受けてみたらどうだって。もう本当にどん底もどん底なんですよ。その一社依存型でもう8割9割減ですよ、すごい8割9割減をもうずっとですからね。一昨年の終わりからずっと、いや、まあちょっと酒でも入っちゃいそうな感じですねで講座を受けて、はい、受けて講座の中で途中まではなんかこう自転車作るとかこうモヤモヤされてた。そうですね、もう全然見当がつかないので で、ある時こう、はい、筋トレに思い至るみたいな。筋トレっていうのは、まあ筋トレは好きですし、筋トレの器具ですか、はい、いろいろそういうのは試したりとかアメリカとか海外のものとか、もしてましたし、自分で、まあ、はい、鉄を買ってきてダンベルなんか買うと高いから1000番かけてですね、やっちゃえば自分のオリジナルのものができちゃうとか、
そういうことはしてたんですけど、まさか売り物にしようかなんてのはもうこれっぽっちも思ってなくてですねでもね、気づいたらこういうものが、発想が生まれてきて、そうですね、発想はで最初にこういうものを作ってみた。あ、そうなんです。これがくるくるパンプアップの初代なんですよ。0号みたいな感じです。0号ですね。これこう、まあ、簡単なそこら辺に落ちてたやつをですね、ちょちょいとテープ開いて、あのボルトで止めて、こうやってすいません、ちょっと熱くなってきたので脱いでいいですか脱いでいいですよ、はい。熱くなってきましたね、熱くなってきたから。いやどうしてなんでしょうね。こんにちは、すいません来ました。あの制服、あの清掃しました、はいはい。これをですね、こう回せばきっと負荷がかかってあれなのかなと思ったところですね、全く来ないんですよ。これは失敗、失敗だったなと思って、頭の中ではできるかなともちょっと思ったんですけど、やはり実際にやってみると違うってことがありまして、まあ、中は簡単なんですよ、うん、重りがあって、こうあの水を入れてですね、重りがこう外側に行くことによって遠心力が働くんじゃないかななんて思ったんですけど、軸が真ん中だから全然意外とそんなに来なかったっ来ないという、これはもう大失敗ということで、これはやばい、やばいというかちょっと焦ってたもんですから。これが講座の最終、最後の方で、最後の方で発表会があるしみたいな感じで追い詰められてて、た時にピキンとこう来たのが、ピキンと来たのがこちらですね、これ初代の、初代1号機試作グラス、はい。これはあの銅の丸をですね、ここに入れて円柱ですね、でこれをこうやって回すことによって、あ、これはこれは来るわということで、まあ、2個作ってですね、こうでこうちゃんとここに、ここに手が合いまして、ズームアップしてきますで、これもあの使い方、場所によってはですね、こう上に上げれば肩、肩周りですね、左右にやっていただいてもいいし、前に、前にやっていただいてもいいですし、ちょっとあの転がりが悪くてですね、でもまあいい感じになってきたなということで、この方向性で改善を進めていって、で、はい、でこれにこちらこちらですね、このサイズの方に、はい。で、まあ、今度はちょっと中に入れるものをですね、ちょっと変えてですね、こういった感じの滑らかにこういくということで、そうですね、ただ回すのが難しいんですね、ちょっとこれは。そうですね、まあコツはちょっといるんですけども、はい、こう平行に動かすと回っていく感じで、平行に回すんではなくて前後左右ですね。そう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 、しかも汗かいてきてますよすぐ汗だくなる筋肉がそれでまあ色なんかつけちゃったりしてですね、あのあれなんですけど、これ内側にもアルマリとして、そうなんです、内側にも入っちゃってるので、だからシャカシャカちょっと噛んだか音になっちゃったっていう、落ちてしまうんでしょうね、今度はこういう音になる、面数度が悪くなってしまうみたいですね。あと硬さも、こっちは研磨してるんですか。こちらはあの切削加工で滑らかなのがキープされた状態、アルマリするともう少し面数度が落ちます。そうなんです、あの面相度が落ちると、まあ、音が悪くなってきて、で外だけを今度アルマイにするようなバージョンにしようということで、考えております。ただ、まあ、確かに硬いんですけども、音もあれなんですけど、転がりはやっぱり硬いだけあって、表面が硬くなるんでいいような感じですね。なんかこう左右上下なんか前後左右、前後左右上下までなんか動く場合があるんですよね、はい、場合によって、いろいろそしていろんな箇所がこうちゃんと鍛えられるというか、特に肩周りというのはあの球体の関節ですので、うん、いろんな方向にどこでやってても違うところが、でここでやってても、でここで回しても、ここで回しても、ここで回しても、どこで回してもスムーズに回す、こうしながら、こうしながら、少しずつ移動させて、やっていくことによって肩周りがパンパンになるのかなという、やっぱりあのボクシングやる上で肩周りの筋肉っていうのも重要ですの で、でそのデコバージョンは、はい、デコバージョンはこれちょっと遊びであのやってみただけなんですけど、
奥さんがデコったんですか。そう、秋山さんがデコったんですか。いやいや、私はやらないですけど、奥さんが、はい、ちょっと上の方に上げて、はい、その辺でやってみてください。音聞こえますか。はいはい、音聞こえますか、はい、この音が、実は周波数がですね、300Hz から 1000Hz ぐらいの間に収まるんですよ。はいはい、これというのは、なんだっけな、ソルフェジオ周波数という 582Hz というのが、壊れた細胞を DNA を修復してくれるなんて言われてるあれで、いやというのはなぜ調べたかというと、みんなこうやってやるとなんか気持ちいいんだよねみたいなことを言うんですね。癖になるみたいな。あ、じゃあこれやっぱ音がなんか原因あるのかなと思って調べたところそういうのがあるみたいで、とんでも系じゃなくて誰かが調べた、はい、そうなんです。ですからこれで奥さん癒されてみませんか。違う、ダメ。何を突然ダメ。多分後で奥さんからダメ出しされると思いますよ。今晩正座ですよ。ごめんなさい、ごめんなさいでこう、ね、筋トレしてるという。今日はいろんな鍛え方をやってもらう、はい、実践編はそうですね。あのいつもですね、あの動画とかでですね、はい、まあ手に持ってこういろいろなところをこうやるのは、はい、あのご覧になっていただいてると思うんで、ね。はい、ちょっと他の全身をちょっと、ね、まあ、デザフェスでやってたようなデモンストレーションをちょっと、はい、まあ、はい、あのちょっとじゃあ2つだけちょっと種類を見ていただこうかなと思うんですけども、マイクさっていいですか。はい、皆さんマイクを向けといてもらって、はい、はい、例えばですね、これ音があの鳴るんで分かりやすいんで、あの腰にポンとつけてもらってですね、これをふくらはぎを上下するんですね。はい、あの危ない場合にはこうどっかこう手を添えていただいても構いませんし、はい、上下です。これをこれで回せるようにするには、上に伸びきっちゃうと、ふくらはぎが上に伸びきっちゃうと回らないんです。結構きついです。ですので伸びきらないところでちょっとこう上げてくるんですね。はい、上げといて自由にこう、はい、そうするとふくらはぎは結構短時間でパンパンになってくるという、パンパンになってくるんですね。それちょっとパンプアップというんですけども、スウェーディングピンですか。はい、まあまあまあこういうあのステップ何もいいでしょうし、やっぱり第二の心臓と言われてますので、ふくらはぎというのはあのぜひ普段から鍛えられた方が、足の太さは関係ないですからね、ふくらはぎ太っても。であとは太ももですね、同じような要領ですね。まあまあここに腰のあたりにつけてもらって、はい、今度はこうですね、足はぴったりくっつけていただいて、はい、前後こっちとこっち、あ、はいはい、上下でいいんですけど、上下だとちょっと難しいんで、はい、ちょっとこういう感じですね。そうすると今度は太ももがすぐパンパンになってきてですね、走る前にこれをやられたらもう脂肪燃焼効率満点ですので、もうアップします。ありがとうございます。という感じで、はい、かなり勉強でいかがですか。いかがですか。お宅に1台戻っていただいて、そういう風にやる人だったんです。なんかそう、リング前に行ってよく分かんなかった。あ、それをやる。そうですね、あのジョギング前あのもちろん上半身でもいいんですけど、とにかく筋トレを先にしてから有酸素運動というのをしない と成長ホルモンが成長ホルモンも出てる状態で、脂肪を燃焼してくれますんで、筋肉もつきやすい、脂肪も燃焼しやすい、はい、そうなんです。反対はダメみたいですね。健康にいいんですよ、ね、健康にいいです、はい、で別に汗だけですよ。でまあね、動画でも言ってます、これ400g ぐらい、そうですね、それは大体 300g ぐらいなんですけども、女性用が 300g ぐらいで、まあ、男性が 400g ぐらいなんで、意外と軽いんですよね。そうですね、これも 400g ぐらいなので、1kg って言うと、筋肉トレーニングって大体 4kg のあれば持つとか、3kg、5kg とかで、ダンベルとかもね 10kg、20kg とかまた違うんですね。軽いもので負荷かけていった方が、そうなんですね、動きのある筋肉になったりするんですか。
筋肉の何ですかね、この細胞が破壊が少し抑えられるんじゃないですかね。筋肉痛の具合も、はい、激しく来ないという重いものをこうやってるってですね。でもなんか筋繊維を破壊するから余計強くなるってよく言うじゃないですか。そうですね。だから実際には破壊されてるのかもしれないんですけども、それよりも成長筋肉痛があんまり、まず少ないですね。普通の筋トレよりは重いものをこう100キロのジャバーベルを上げるとか、そういうのに比べて筋肉痛は少ないので、結構毎日できちゃったりもしますね。キヨさん結構やってるんですか。そうですね。時間あるときも車に積んでたり、あのカバンに入れてですね。電車に乗りながら。電車に乗りながらやったりとか。釣り革に釣り革につかまず。ミナラさんの10周年記念パーティーで回しましたよね。そうですね。ちょっとワインを乗せてこんな。でこれ講座出た後に、はい、こうデザフェス出たじゃないですか。はい、デザフェスで、まあ、この看板をいきなり作ってこられて、でなんかいきなりねテンションを上げながらこうデモンストレーション、僕らにさせられて、やってくださいって言われて、どんな感じでした、デザインフェスタって。そうですね、あの本当に知らない人たちが不意にこう立ち寄って、知らない人とお話しして伝えて不思議な感じ、不思議な感じですね。ですからなんかね、なんだっけ、療法士、何でしたっけ、理学療法士の方がいらっしゃって、はいはい、あ、これ分かる分かるなんて何が分かる、言ってくれたんですよ。聞くのが分かるって言ってくださったんですよ。でその後なんかその方奥さんにこういいかないいかなみたいな、買ってもいいかなみたいなこと何度も何度も来てくれてですねでもまだ売ってないし、まだ売って、そうなんですよ、申し訳ないです、今日は売ってないんですけどみたいな感じでいいかないいかな、そういう感じだったんですね。だからそれ、あ、分かる人いるんだと思って、それが一番嬉しかったですね。結構子供がずっとやってましたよね。そうですね、お子さんが向こう行ったらまた戻ってやってましたね子供が向きになってこう上手上手回すのだけなんか心地いいっていうか。そうですね、やっぱりなんとなくその来るんでしょうね、あの気持ちよさが、気持ちよさがっていうのかな、回ってる感じがなんかいいんですよ、負荷が云々よりも。あ、でも中見えないんで、その感覚、なんかその音もそうでしょう。そうですね、細かい振動と音と両方でこう心地よさを奏でるというか、そういう感じかなとは思いますけども、ね、一度体験すると結構、なんか癖になるというか。ありがとうございますでもデザフェス2日間あったじゃないですか。はい、どんな感じで、でも1個売れたんですよね。そうですね、売る気はあんまなかったんだけど、売る気はなかったんですけども、どうしてもなんか、おばさまが、はい、ね、クレー射撃をされてるっていうんで本当にびっくりしたんですけども、ちょっとここを鍛えたいです、クレー射撃もやっぱり筋力が必要なんですね。後半こう下がってきちゃうっていうんで、でも鉄アレなんかよりもこういう方がだからいいんでしょうね、軽くて。そうですね、調整ができるというか。そうなんですよ、やっぱり子供でもお年寄りでも自分で負荷を調整できるので、1キロなら1キロでしかないし、そうです、500グラムなら500グラムでしかないし、調整が効かないですよね。そうなんですね、それとこう回転の具合によってこう負荷が変わってきますよね、はい、だから大きさ云々じゃなくて自分のこの速度で、回転速度で遠心力の強さを決定できるんで。そういうのあんまなかったんですか、秋山さんの知ってる範囲では。知ってる範囲ではですね、そうですね、私は知らなかったんですけども、どうやらなんか大きいなんかフラフープみたいなのがあるということで、はい、それはちょっと見ましたね。フラフープ状のやつ、フラフープっていうかな、ちょっとまあ大きいんですけど、持ち運びはできないし、例えばこうやって違うところではできないわけなんですよね。こうやってまあコンパクトだし、まあ、両方いろんな場所格好しながらできますもんね、そうですね。
で今ちょうどクラウドファンディングをやられてるんですが、はい、クラウドファンディングにチャレンジしようと思ったきっかけとかその辺はどんな感じですか？そうですね、やろうと思ったきっかけ藤沢さんがとりあえず成功したし藤沢さんすごいなと思ってですね、まあ、そのきっかけというのは、まあ、さっきのように戻っちゃうんですけども一社依存型ということで非常に厳しいんですわ。それはダメというか、うん、未来厳しそうなんですか？未来が現状も厳しい、そうですね、現状も厳しいですしというか過去を遡るとですねこの、まあ、半導体関連にこう使われるみたいで、はい、これがすごいんですよ、浮き沈みがジェットコースターそうなんですよなんでもう本当に逆 L 字回復なんて私言うんですけどもうダメだろうっていう時にクンとこう V 字じゃないですよ、一気に立ち上がって一気にです。そういうなんか本当に特殊なあれなので振り回されるっていう言い方するとちょっとあれですけども、キャッシュフローがすごい、いや本当にそれはちょっと、もう来るときドーンとキャッシュが来て、はい、それが目減りしていって、その底突き替えてもドーンって来て、そうなんです、下がるときも本当にものすごいあれですよね、はい、経営者きついっすよね、きついんです、それはですから経営者にすると、まあ少しでもなんかこう安定的なものとか、ね、はい、もしくは別の波のものを少しも増やしていきたいみたいな、そういう考えの、まあ、一つ。それいつ頃から感じてたんですか？一社依存はきついなっていうのは、っていうのはですね、3、4年前とか、うん、そうですね、まあなんとなくですけどその前からは思ってたんですけども、やっぱり忙しい時はそんなことは全然考えることもなくですねここだけやってればいいからっていう、うん、感じで甘えてしまってるっつったら、まあその通りなのかもしれないですけど、気づかないというか気づかないふりをしてたようなところはありますね。そうですね、ですけど本当にそれじゃやっぱりダメなんだなというのを昨年皆さんと出会ってですね、他のいろんな人とお話しするとまた違いますよね。そうなんです、皆さんそういう、あ、そういう業界みたいな、そういう初めて聞くようなことばっかりで、本当に今勉強させていただいている中でですね、うん、こうやってここに私が今出てるのがちょっと意味わかんないですけど皆さんのがずっとわかってるでしょうっていうような感じなんで、やっぱ現在進行形でどういこうかっていう声の方が実は共感、ああそうですか、と思うんですよ。要はできた人の立派な人の話を聞いちゃうと、うん、なんか聞いて安心しちゃって、でも自分はできないみたいな。あ、そうですね。でも現在進行形の人は進行形ですよ本当に。同じことじゃないですか。分かんないけどもやってるわけじゃないですか。そうですね。だってこれが必ず成功するって誰も分かんないじゃないですか。はい、何ヶ月か後にやっぱダメだったんだあれ。そう。でもやることに、そうですね、もう本当にね、何かしら動かないとこれはいかんなっていうのをもう昨年、感じましたので、その一環ですね、そういうので、まあ、とにかくアピールするということでクラウドファンディングの方にもお世話になろうかなと、チャレンジして、っていう感じですね。そう、チャレンジしてみて大変ですか？楽しい感じ。そうですね、大変よりも楽しい方がやっぱこれをなんか世の中の人に知ってもらいたいっていう気持ちがふつふつとこう、そうですね、はい、このパンプアップの楽しさを知る人が一人でも増えればいいなみたいな。そうです、ね、あの筋トレ器具を自分で作ってて、売り出すなんてのは今まではもう全く考えてなかった。でも作るのは全然作ってたわけじゃないですか。こういうのあったらいいなを。それはですね、目的が全然違って、うん、自分を鍛えるためだけなんです。あのジムでスパーリングとかやるじゃないですか。殴られたら次は絶対勝ってやるんです。じゃあ、筋トレしてちょっとでも強くなっていこうかなっていうので、自分だけをもう密かに夜中鍛えるために、自分だけの器具を作って。そう、だから今回も最初は、まあ、自分がファンだから売れなくてもいいやぐらいの感じで。でもデザフェス出たらなんか意外と他の人にもそうです、反応があったので、予期せぬ人にも、予期せぬ、そう、子供とかご年配の方にもなんか
気に入ってもらえそうな、女性とかですね、結構触っていただけたんで、それって新たな発見ですよね。発見です、発見です。秋山さん想定する以外の、はい、最初筋肉バカしか多分反応しないみたいなイメージだったけど、私と同じような筋肉バカだけに受ければいいやと。でも意外と普通の女性にもなんか興味持ってもらえたりとか、おこれはなんか商売のあれがあるのかな、意外と裾野が広いかもしれないみたいな、だからやっぱり知っていただくっていうのは新たな発見という意味でいいんでしょうね。ですから発信しないといけないという。でも今までってこう図面が来て、見積もって発注が来てっていうビジネスじゃないですか、はい、今度は自分でこう値段決めなきゃいけないじゃないですか。そうですね、これいくらですかって、はい、それってどうです、悩みました。悩みましたねいくらで売るんだろうみたいな、やっぱり原価計算して、やるんですけど、あこれが足らない、これが足らない、販売のため の, あのお金が乗っかってなかったとかですね、当然パッケージ費も必要です、送料も必要でしょうし、そんなのは宣伝費も必要でしょうし、下請けの町工場そんなのは一度も経験というか考えたりもしないわけです。原価に何パーか乗せてればいいやって世界じゃないですもんね。なんですよ。なので、まあ、そこら辺はちょっとあの縁物さんの講座で勉強いろいろ、させていただいて気づかせていただきました。で一応今クラウドファンディングでこれらが今、はい、その金額でゴールしたら ご提供しますのでっていうことなので、はい、そうですね、あの目標ぜひ応援いただいて、なんとかこれ世の中に出していきたいということで活動をしているというところで、言い残したことをというか、いつも皆さんに聞いてるんですけど、はい、最後にその、はい、日本のものづくりの未来、っていうことに対して秋山さんがこう大冗談にこう何の無責任発言いただいて責任、そうですよね、自分がどう感じるかをちょっと考えていただければ、うん、日本のものづくりの未来っていう、はい、もうあれですよね、やっぱり昔と違ってですね、価値観も全てが多様化している社会じゃないですか、ですからやはり、大きい市場じゃなくても、新しい価値、市場、ニーズ、そういったものをですね、アンテナをこう張り巡らして、探ってそこに、突き進む、そういうのをみんなが揃ってやれば、まあ、プラスの競争って私自分で思ってるんですけど、マイナスの競争じゃなくて叩き合い の, あ の, の足の引っ張り合いとかじゃなくてプラスの競争、切磋琢磨する感じ、はい、ができるんじゃないかなって今考えてるんですけども、それしかないのかなってちょっと、逆に言えばそんな感じはしますね。じゃあ一応今くるくるパンパッパーなんとか今世に出そうとしてますけども、はい、もう常にアンテナは張ってる感じで、そうですね、もう歩いてると街歩いてるとあれもこうしたら面白いんじゃないかなっていうようなモードにちょっとなりつつありますんで、前は違いました、前は違いました、うん、それはそうなんだ、そうそうかそうかぐらい、今いろいろこう疑問を感じながらこういろんなアイデアを考えながら、かなり180度変わってますよね。そうですね、そういう感じになりましたね。でいつでも支度できるし、はい、はい、じゃあまた何か面白いものありましたらまたぜひチャレンジいただいて、はい、頑張りますんでよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。で、ありがとうございました。最後ちょっと告知だけさせていただきます。はい、本日のゲスト光聖子の秋山さんです。Facebook に秋山さんいらっしゃいますので、もしご興味があればメッセージを添えて秋山さんとお友達になってください。でも秋山さんあんまりまだ情報発信は少なめ、はい、あ、少なめ、これから増えますよね。これから増やしていきます。くるくるパンプアップの筋肉バカの Facebook ページも多分、ぜひご興味があればいいねいただければと思います。で次回、6月14日場所はちょっとまだ未定ですけれども、シティライツ法律事務所の水野さんをゲストにお迎えします。我々縁物の顧問弁護士をしていただいている方です。であと先日マイクロものづくりの5期生
講座の5期生が卒業いたしました。こんな感じでちょっと動画を作って振り返りをしておりますので、もし講座にご興味のある方はちょっと見ていただいて、どんな感じだったのかっていうことを感じ取っていただければと思います。もう最初こんな感じでおちゃらけた感じでこう打ち解け合いながら、徐々にこういろんな自分自身をこう見つめる作業をしていくというようなことをやっております。こちら講座のチラシになっております。全10回、60時間程度を、まあ、金額は17万8000円というお安くありませんけれども、秋山さんのように180度変わる人を生み出そうということでやっておりますので、皆さんぜひ講座受講生、今6期生募集中ですので、ぜひご連絡いただきたいと思います。で、MMS、我々縁物が手弁当でやっておりますので、ぜひご寄付いただける方、こちらの方にご連絡いただければと思います。以上になります。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。いやーいやーいやー